ありがとうございました。もちろんですね、先ほどもお話がありました通り、この18日何があってもということが出ましたけれども、そもそも一番最初の話から、無罪であるということを確信した中で、これまで学校法人が、民事再生手続きを取りやってきました事柄についてだけではなくて、その以前の事柄も含めて全部原点回避をして、原点に戻って前理事長、今の現理事長の方に指揮を取ってやる方が一番原点に戻れるだろうということで行いました。で、先ほども話がありました通り、この民事再生手続きを取る段階で、私の方が子ども園化も含めて幼稚園としてやってきた学園の方針を少し変えようというふうにやってきましたけれども、このあたり完済人が しませんでした。5年後全ての事柄関係なく、5年後だったら森友学園さんできますよという29年度の5年後に森友学園さんそれは移行することができますよというふうに聞いておりました。その5年後を知っている管財人がやってきた手段として、この休園または廃園のような状況を作り出したというところにも、やはり森友事件の本質を明らかに隠蔽というか変えようとしている姿が見えました。私の方でも何度か皆様の方にお伝えしてきましたし、私自身もこの理事長にならせていただいたことで、森友学園の幼稚園だけではなくて、何がこの小学校開設時に起こったのかということが、皆さんの前に時系列もありますけれども、時系列などもたどっていく中で、ずっと記録を取る中で、やっぱり変だなというふうに感じていました。私も一般感覚でしたけれども、じっくりと書類を見て時系列を見ていただければ、皆様の方がご理解いただけるんじゃないかなというふうに思います。ですので、今時系列の赤字と黄色字、特にご覧いただくことで、なぜ私が今、理事長を退いて、元々の理事長に学園がを戻すことになったのか、そして無罪を主張しているのか、そして今後どのように学校法人森友学園の再興を、理事長の方がしていくのかという中で、私も個人として入田管財人含め懲戒請求ですとか国賠訴訟ですとか、まだまだ請け負っているものがありますので、今後も学園とともに、違う学園とともに、今の現理事長に引き継いだもの、そして私自身がやらなければならないことも含めて、今の状況が明らかに前向きに、そしてやはり真実は一つしかありませんので、そういう意味においてはどれだけ時間がかかっても必ず森友学園の平成29年度前後で起こったことが何だったのかということを解明していけたらいいなとしていきたいと思っておりますので、どうぞ皆様方もお力添えをよろしくお願いいたします。これまで民事再生のことだけ私お話ししてまいりました。民事再生以降、以前のお話につきましては、昨年令和3年度7月10日以降の会見からお話しさせていただいております。刑事事件に関係がある事柄については、7月10日の不動産明け渡し断行をされた日以降は、もうこの刑事事件と絡みあったとしても民事再生以外の発言をしていかないといけないということでしてまいりました。公の方でしてまいりました。今刑事事件、民事再生における民事事件全てにおいて絡まってます。民事再生で、藤原工業さんのお名前が出ました。藤原工業さんは今、先ほどもお話があった通り、理事長の方が勝訴しています。勝訴しているにもかかわらず、その際番以外に調停として管財人と藤原工業さん、そして国を交えての調停が進められています。明らかにこの調停、私が入ることが、利害関係人として当事者が入ることができませんでした。これは明らかに民事再生手続き
を終わらせたくないということでの時間稼ぎ。そうですね、はい。みずほの国記念小学院の土地を売る目的のために森友学園の民事再生を終わらせたくない。民事再生を終わらせてしまうと自分たちの債権が嘘になる。これがあのバレてたまるもんかという気持ちで藤原工業さんが調停含め、そして今回の理事長との裁判の控訴審もやってきています。ぜひともあのこのあたり、私は理事長になってこの書類などを見て全てがおかしいなと、違うなということが分かっただけでもこの5年間大きく学ばせていただきましたし、そして子どもさん方と一緒にそれでも先生方とやらせていただいた事柄については非常に価値ある貴重な5年間だったと思います。今子どもさん方いらっしゃいます。先生方も子どもさん方に向き合ってくださっています。はい、履修年しております。今後もしてまいります。どうぞ森友学園の真相究明、そして前理事長に関しましての刑事事件の事柄についてもの真相究明についてもお力添えよろしくお願いいたします。これまでの5年間さまざまな記者会見でご一緒させていただくことがありました。心より御礼申し上げます。ありがとうございました。他にありますか。はい、どうぞ。朝日新聞の、はい、今前理事長の方からもお話しあったと思うんですけれども、藤原工業と国との調停についてなんですけれども、今どういった話し合いが行われていて、小学校の跡地っていうのが現状どういうふうになっているのか教えてください。はい、会議裁判所において調停が進められておりますが、実質毎回平行線で終わっております。平行線を令和2年3月からずっと平行線をたどっております。2年間であれ、いつから簡易裁判所でそのものが起こるようになったんですかね。令和2年3月の上旬ですね。何かのきっかけだったんですか。はい、きっかけはあの森友学園の方が第6回目のスポンサーの方から融資を受けて、そのまま民事再生を終結しようという動きを本格化、再度本格化した時です。ワイドナイトね。はい。その時に、ちょうど調停が始まるというふうになりましたので、あ、これは当事者を、全く完全には当事者ではありませんので、藤原さんが裁判だけではなくて、調停まで仕掛けてくるのであれば、これは私は当事者、あの学園の当事者として入りたいと思って手続きを、あのそういう手続きを踏みました。しかしながら管財人が拒否しました。管財人は藤原さんと当初民事再生手続きで債権額を認める時の時から、藤原工業の社長様が報道陣の皆様の前でコメントを出される時からずっと密に連絡を取ってらっしゃいます。ですのでおかしいなと思う反面、今回あの別件で国賠訴訟を学園がしているんですけど、これは国賠訴訟は森友学園側、もともとの教授、私の理事長側と犯罪人国との相手なんですけれども、そもそももともとの調停は、調停とかその他の裁判は藤原工業さん対国っていう状況なんです。なのにこの国賠の時だけなぜか国と犯罪人が一緒にくっつく状態なんですね。犯罪人の後ろには藤原工業さんがいらっしゃるから、第一債権者として嘘の債権が認められてずっと民事再生が終わらずにいる。でこの状況を見た時に国と藤原工業さんの言い分は全然違います。国は留置権がもう民事再生を通った時点で、藤原工業さんあなたには民事留置権はありませんよということで、令和29年むしろ民事再生が通る前の10月11月からずっと言ってこられてます。国は藤原さんは
で、いやそれはって言いながら管財人の言葉曰く、あ、藤原さんがかわいそうな目に遭ってるなっていうことをずっと言ってましたから、本来は対する相手なんです。だからすごいこの主張がどんどんこう絡み合って、もう藤原さんの森友学園の民事債権額嘘のものが認められてますので、これがバレないためには何でもパフォーマンスと言っては本当に言葉に語弊がありますけれども、ただ私からしたら本当にパフォーマンスだなと思う朝廷や前理事長に対する裁判、そして学園に対する民事管財人を通じてのこの債権額スポンサーから受け取らないという事柄が何回も続いておりますので、もうこの時系列をたどっていただければ分かる通り、藤原さんが主となってこの森友学園の問題が明らかにややこしくなっているというふうに感じています。これは誰かのせいにしてとか、誰かを妬んでとか、そういうつもりはさらさらありません。もうシンプルなんです、森友学園の問題は。絡み合って絡み合ってややこしくなってますけれども、この民事再生も関係なく置いときます。この小学校建設、森友学園が小学校を進めますと言った段階からの登場人物として現れて、そこからややこしくなったこの時系列、平成27年、28年、29年前後の動きを見ていただくと、もう主体は藤原さん、木原設計さんしかないんです。これを本当に皆様知っていただきたいなというふうに思っております。この事柄で今のいいですか？あと小学校のその跡地の現状ってはどうなってるんですかね？現状は今そのままです。はい、ちょっとよろしいか、もっと単純に考えてほしいね。つまりね、僕がさっき言ったように藤原工業は本来ならばこの建物、小学校の上に建ってる建物の所有権を持ってるんですよ。請負契約上何でも言いますけど、請負人原始取得説がこれ耐震の時代から最高裁の判例からずっと特約条項がない限り材料を出して建築した人の所有物だということがこう認定されてるわけ。そうするとね、この請負契約については何も特約条項がないので、これは藤原工業の所有権であるということはこれは確定してるんですよ。にもかかわらずね、管財人の引田が要はこれを森友学園の所有物で藤原工業は留置権を持ってるんだというとんでもないことを言い出して、現在大阪関西である朝廷の事件というのはものすごくおかしいと思いませんか？というのは引田の側からしたら、森友学園に所有権があるならば当然利害関係人であり当事者として森友学園自体が出てこなあかんわけでしょ。もちろん引田が出てくればそれはそれでいいんだけど、そしたらね、これそのことに関してどうして森友学園が利害関係になれないんですか？これ自分とか所有権があると言うとんですよ。引田の方は森友学園に所有権があるって言ってるんですよ。でこの底地を国のもんだから、これはまとめてどうして処分しましょうということで今調停しとるんじゃないですか。そしたら所有権者に対して申し立てがおかしいじゃないですか。でそれは引田だけの問題じゃなくて、その実際今後どうして運営するのかということの意思確認のために森友学園を当事者として入れる、あるいは利害関係人として入れるのは当たり前じゃないですか。これをずっと拒絶しとるんですよ、裁判所も。むちゃくちゃおかしいと思うよね。当事者の声を聞こうとしないんだから、それで調停しようとしてんだから、成り合いであることは間違いないじゃないですか。これそういう意味なんですよ。これ調停は何のためにしてるかいうと、民事再生を長引かせるためにしてる詭弁であったということが今はっきりしてますよね、実際。それぞれに出されている藤原工業さんの主張がバラバラです。ですのでこう全てをこう出してみたら矛盾が生じてきます、その時系列からも。なので今裁判所の方にお願いしていますのは、それぞれの裁判所の記録や
答弁を見ていただくのではなくて、すべての裁判所の私たちが関わっている裁判の記録などをすべて見ていただきたい。どの民事部の方にもこれをお願いしております。裁判所は私がかかる裁判において犯罪人がすべて、これは6民がすべて認めてくれたからやってるものです。6民に認めてくれました、もらいましたっていうことを常々各裁判所に伝えられてます。一つの民事部だけ、いや6民の 書類自体を見ていないので口頭で言われてもって言って、その書類、6民の書類を出してくださいと、自分たちにも見せてくださいって言ってくださった裁判所が、裁判の民事部がようやく今年になって出てきました。それぐらいその言葉を引き出すために大きな時間を費やしたように思います。ぜひとも私たちだけではなくて、これはいろんな民事部にかかる裁判をお持ちの皆様にも言えることだと思います。その民事部だけの主張で裁判を判定していただくのではなくて、やっぱり全てにかかる裁判所で被告原告両方とも提示しているものに矛盾や違いが生じていないのかということを今本当の意味で見ていただきたいと思います。それが司法改革というか、司法に関わることで、一般人だった私の、裁判とはもう無縁だった私がこの5年間で感じたことです。いいですか。はい、はい、言えるのは、第六民事の裁判官に例えば救援 OK って言わせたら、引き出した管財人はそれを大義名分にして、いわゆる錦の御旗にして何でもかんでもやってしまう。ところがその前に例えば救援許可しますという前提の前にしますと言ったけども、その前には当然のことながら憲法第26条違反、憲法第27条違反はみんな管財人の方でクリアしといてくださいよっていうものを全部無視しまって、第六民事部の裁判官が許可したからやってんじゃないのっていうふうな方向に持っていってるんだということ、わかります。まさにそういうことなんですよ。だからそういうことは民事再生が多くの今、コロナ禍で行われてますから、同じようなことが日本国の中で行われると大層被害が大きくなる。自主再建しようとする思いを持っている経営者が全てこういう弁護士によってズタズタにされるというふうな現実になりますから、その辺のところは皆さん方もよくよく調べてやってほしいというふうに思ってます。なおもう一つだけ言いますと、今前理事長が言いましたのは、例えば第1、第2、第3、第4、第5民事部があります。そうすると引田管財人がいろいろ民事部によって言うことが違う、藤原工業も言うことが違いますよって、全てを合わせたら全然言ってることちゃうやない、つつまわないやないのっていうことが今この司法の中で行われてんですよということなんですよ。それを司法の記者クラブとしてはそれを黙認するんではなくて、やはりおかしいんじゃないですかというふうにやはり突き詰めていってもらいたいなというふうに思っています。ね、気分転換に体を動かしましょう。これ見てちょっと分かりますか。どうですか。